おめでとうございました。ありがとうございます、はい、あら、かわいい服をどうぞ。ありがとうございます。リボンでございます。おめでとうございました。ありがとうございました。さあ、率直なところ、はい、今の心境一言。いやー、もう本当に嬉しい。ただ一言、この一言だけです。そうですね、はい、100万円ですよ。やりました。何に使いましょう。いや、それがですね、先行投資をしまして、トラックマンという機械を買いまして。あら、お高いやつですね。お高いやつ買ってしまったんですよ、もう。なので、その資金にツアープロっぽい買い物ですね。トラックマンってあの計測器です。弾道計測器ですね。です最近のはクラブの入社額まで全部わかるね。そうなんです。そういう機械なんですけど、それ買われたんですか。はい、300万円のトラックマンを買ってしまったので、ここでやっぱ100万円を取って、じゃあ3分の1は稼げた。そうですね。はい。素晴らしい。ありがとうございます。私から見て、はい、あの勝負の分かれ目というのは、はい、私8番だったんじゃないかなと思うんです。はい、あのロングホールですね。はい、左に、狙って、はい、引っ掛けていって、はい、寄らないピンポジに行ったでしょ。はい、で、あそこからまあ上3メーターぐらい行きましたね。行きます。はい。その時はどんな心境だったんですか。もうラインがですね、スネークラインだったので、ーは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 ー、ちょっと難しいなと思ったんですけど、やっぱもうまっすぐとりあえず打ち切ろうと思って、届かせようと思って。なるほど、なるほど。一回仕切り直しましたよね。はい、ボールのラインを直して、はい、そうです。構えて、やっぱもうちょっとスライスが強いかなと思いまして、うんうん、ちょっとスライス目に向けたのが良かったと思います。もうじゃあやっぱり狙い通りの、はい、まあでも今日は何と言ってもパッティングに尽きるんじゃないですか。はい、そうですね。パーオン率がいつもなんですけど少ないんですよね。あ、そうですか。なので得意クラブはアプローチパターなので、そのやっぱ得意クラブが今日は活かせれたんじゃないかなと思います。見ていると、はい、終始こうはまらないようにはまらないようにプレーをしているように見えたんですけど、はい、それは心がけてることですか。そうですね、まあ常にそこはやっぱ心がけて、危険な方に行かないようには意識してはやってるんですけど、ちょっと挑戦したりとかも結構やります。まさにロングホール挑戦でしたね、はい、スタイミーになってて、はい、あれをフックで狙いに、はい、もう僕はあそこはもう宅島さんだったらもう普通に右打つんだろうなと思って見てたんですよ。そうですね、フェード打ちなので、まあ、ちょっとでもここはやっぱ勝負の分かれどころかなと思いまして、ピン狙っていきました。なんかよく、試合中にね、はい、話されてるなっていう感じがしたんですよ。はい、割とそのよっしゃプレッシャーが来てやっかみたいな、はい、ありましたよね。はい、普段から試合中もよく喋られるんですか。いや、普段はおとなしいんです。あ、そうですか。やっぱ、ね、年上の方なんで、ちょっと盛り上げていかないといけないのかなっていうのが。そうですか。あとは緊張を自分でやっぱほぐすように言い聞かせたのもあるんですけ ど、 なるほど、かなり緊張してましたね、最後の方は。あ、そうですか。はい、最初は 2,3 ホールぐらいは結構冷静に緊張しずできてたんですけど、うん、徐々になんかこう脱落しますっていう声を聞くとですね、徐々になんかこう緊張感が上がってきまして、ミスター上側のね、はい、脱落ですって言うんですね、はい、あれ聞きたくなかったので、ですよね。プレーオフ、はい、3ホール目で決着ってことだったんですけど、はい、ご自身プレーオフは得意ですか。いや、初めて勝ちました。初めて勝った、はい、プレーオフした経験は学生の時にしかないんですけども、うんうん、3回やって3回とも負けてるので、あら、人生初勝ちました。おなんかこう今回勝てたのは何か心境に変化があったりしたんですかね。いや、特にはなかったんですけども、やっぱひかりちゃん の、 勝負強さ、私寄せて、あ、これちょっと勝ったかなと思ったんですけど、際どいのどんどん入れてくるんで、いや、負けてらんないなっていう。いや、確かに粘りが、粘り強かったですね。いやいや、だいぶ粘ってましたねえ、なんですけども、そうですね、最後視聴者の方に一言、はい、応援していただきありがとうございます。おかげで優勝することができました。これからのステップアップツアーに参戦するので、これからも応援よろしくお願いいたします。おめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。すごい。ありがとうございます。ありがとうございました。